大森隆弘です。前から僕はティムコのサイトマスターっていうサングラスを使ってるんですけども、最近はまあこの5年ぐらいはこのセプターっていうモデルのグレイミラー、このミラーがかかってるやつと、あとはこのイーズグリーンっていう、まあ、黄色いやつで、大体もうこの2色でもうほとんど全部もういけてます。このイーズグリーンをかけるときは、まあ、朝とか夕方とか、まあ、雨の日とか、まあ、春先の曇りの日とか一日中結構かけたり、全体が明るく見えるから夕方とか帰ってくるときとかでも逆にこれをかけたらよく見える。で、まあ、こっちのグレイミラー、ミラーの方はまあ本当に日中とか夏とか、まあ、大体これ運転してる時もかけてるけど、移動中に、まあ、今のやつはこうやってフレームがガラスレンズなんだけどプラスチックのようにちゃんとベンドしてくれるから、こういう鼻とか耳のとことか一箇所でなんか痛くなるとかもう全くなくて、もうなんか普通にかけててもう一日すごい気持ちよく使えます。でやっぱガラスレンズだからすごいクリアで、とにかく普通にスクリーンクリーナー、まあ、これ魚探とかもやるようなやつでマイクロファイバーのクロスで拭いて、このモデルだけで5年ぐらい使ってて、もうサイトマスターはもう10年以上使ってます。